マッサージしてあげるか、こことかいいな、気持ちいいか。じゃあパパはこの首の辺をマッサージしてあげるか、気持ちいい。きっちゃん、いいよ、一緒にしてあげる。じゃあアン君ここ、いいよ。じゃあパパここね、すべ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 、マッサージ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 大丈夫大丈夫、くんくんちょっと目に入っちゃうとか、それはね、口ちょんちょんってしたら噛まれちゃうよね。全然キイちゃん逃げんで、ね、今日一緒に気持ちいいんじゃない、ね、この狭いところでキイナがいいタイミングは突然来るからね。キイちゃんの歌？スパナマの歌歌って歌えないよ。やってかな、こっちいいか。ちょっと怒っちゃった。ちょっとやるよって、触るぐらいだったらいいやって、うん、いい匂いって、シュベシュベすべすべボって言ったぞ、今。そう、今こいた、さまさまだね、キイちゃん。まあさ、キイちゃんが赤ちゃんの時さ、ここさ、バッチリかったね。ここ傷あったしね、ちっちゃい頃というか、キイちゃんがあのうちに来た時ね、ちょうどそこから2年経つよりか、お家に来て。あ、そうだ、クリスマス、そう、クリスマスで出会ったから、出会ったから、初めて2年前のだ、ね、あ、ちっちゃかったんだ、こんな子って。ちっちゃいというか2年前、キイちゃんも大人だったよ、出会った時。レイ君がちっちゃかった、ね、このキイちゃんがちっちゃいかったは、あ、そうだね、痩せとったね、痩せとった。ここさ、バッチリ買ったしさ、痩せとったし。なんでここ赤いの？あの、どこが赤いって？こっちは反対の足じゃない？まだそこは治ってないっていうか。なんで赤い？狭いのとこは。ずっとね、狭いとこでキイちゃん、あの、生きてきたからだよ。このパパたちの家に来る前に、すごい狭いとこで。ここでずっと座ったままだったからね。痛くなっちゃったんだって。今は大丈夫だよ、ね、キイちゃん大人だもんね、うん、泣かないんだ、痛くてもじゃあ赤くても。うん、すごい強いね、キイちゃんは、ね、レイ君だったら泣いちゃうもんね、そんなの。あ、今痛かった痛かった、うん、ごめんね、言ったちゃんと、ごめんね、うん、そうそう、こうやって動かすとキイちゃん急に怖いから優しく、でもね、そうやってやるとキイちゃんがさ、反応してこうやってガブって食べちゃうと、動くものに反応してさ、カプってやりたくなっちゃうね。キイちゃん2年前に比べて綺麗になったね。あ、早くしたらキイちゃん怒られてる。あ、そう、優しくごめんね、はい、お、こんな感じ、もうちょっと優しく、そう、こんな感じ、ね、じゃあお家来てよかったかな。ちっちゃい時さ、どこにいとったの、キイちゃん。うん、すっごいね、汚いとこに育てられとったって、ひどいとこで。汚いとこに住んどったの、どこも。キイちゃんは嫌だったけど、そこに閉じ込められとったの。どこのとこで、どこかは分からんけど、
そういうひどい人のとこで、怖い人のとこ、鬼んとこで。鬼んとこにね、キイちゃん住んでた。お化けもいるとこに？うん、一人ぼっちで、かわいそうだったよ。ビーショもいるの？うん、怖いし。でもかわいそうだったから、バッチリとこだったの？そう。だからキイちゃんこうやってちょっとね、怖いんだって。テレビもバッチリかったし、うん、このお家がちょっとバッチリかった？うん、そんなとこでキイちゃんは育ったんだって。ちょっと怖いの？こうやってブルブルってなって。そう、そこで一人で育ったから、こうやって違う人に触られるとちょっと怖いなって言ってカプってやっちゃうんだって。でも、レイ君もでも最近はでもこうやって。鬼のとこに住んどって、鬼の手をガブってするの？そうそう。そう、鬼が怖かったからちょっと慣れるまでに時間がかかるんだって。キイちゃんは、キイちゃんさん、こうやって怖いないように大きいなったの？そうだよ。じゃあそこだとあれだよ、あのご飯あんまりくれんかったもんで、ちっちゃいままだったんだって痩せとったんだって。あ、鬼がご飯くれんかったんだ。そうそうそう、くれたらいいね。うん、くれたらもうちょっとよかったけど、でもパパとママのお家に来ていっぱい食べたもんで、こんなちょっとぽっちゃりのお腹になっちゃったの。うん、こういう時からぽっちゃりのとこになっちゃったの？うん、そう、だからこれ以上太らせんようにしてっていうかね。また鬼のとこにさ、住まんようにとってほしいよね。ずっとでもパパとママとレイ君と一緒でも。あ、今さバッチリところのお家の鬼どうなっとる？うん、どっかいなくなっとるといいね。バッチリところの鬼はパパわかんないけど、どこにあるかわかんないけど、あのバッチリお家にさ、うん、鬼いないといいね。うん、鬼がいなくなっとるといいね。バッチのお家はさ、アンくんのママがいてほしいね。ねえ、どういうこと？あのバッチのお家にさ、鬼がいないなったらいいね。うん、いいんだけど、そのママが行けばいいってどういうこと？あの、だってさ、鬼いないというか、あのバッチ家にさ、鬼なんでいるの？うん、なんか今ママがそっち行けばいいねって言ってたけど、どういうこと？ママがお兄さんのお家行けばいいってこと？バッチリお家に行けばいいってこと？ママが、うん、なんで？バッチリ鬼のお家にママが行けばいいってこと？うん、行けばいい。なんで？鬼いないからもう。鬼いないから行けばいい？うん、なんで？ママここおっちゃかんの？鬼のバッチリお家いるんですよ。うん？ちょっとよくわからん。キイちゃんはダメでしょ、いっちゃん。キイちゃんさ、キイちゃんさ、あのバッチーさ、バッチー鬼が、あのバッチーお家の鬼のさ、うん、お家さ、うん、ご飯なんであげれんかったの、鬼は。うん、ひどいもんで、意地悪だもん。キイちゃんをいじめとったんだって。怖いの？どんな顔してたの？鬼な顔しとったよ、そんなの。心も体も鬼じゃない、そういうやつは。そういう人は。あとはビーショもおるし、でもキイちゃんはもうあれだよ、ずっとよくよくもおるし、ずっとあれだよ、レイ君と一緒によくよくびも、よくよくびろくろくび、よくよくびもいたの。